ビクトリアズ・シークレットは、米国発のファッションブランド。婦人服、下着、香水、並びに、美容用品などを扱っている。通称、VS。日本国内においては、販売店や利用者であっても、ビクトリア・シークレットと表記、発音されることが多い。また、ビクシーと省略して呼ばれることがある。アパレルチェーン企業、L ブランズ社の参加にあり、 2013年には北アメリカに総数1045の店舗を展開、年賞6403億円で同社の収益の63%を占め、オールドネイビーやギャップをしのぐ機関部門となっている。店舗はピンクを基調としたセクシーなデザインで、下着や水着をはじめとする同社の取り扱い商品の多くはセクシー路線を特徴とする。 ファッションショーやカタログ通信販売に力を入れており、これらにトップモデルを登場させるスタイルも話題を呼んでいる。1977年にロイ・レイモンドによって米国カリフォルニア州のサンフランシスコに設立された。レイモンドは1982年にこの会社をリミテッドブランズに売却し、その参加に入った。北、アメリカを中心に多くの店舗を有しているものの、 主流はカタログ通信販売となっている。1995年に初のファッションショーを開催。1997年にはミューズに起用するモデルとの専属契約を開始、エンジェルの誕生であった。2004年には若年女子向けブランドラインのピンクが発足。2010年にはこのピンクの売上高が10億ドルに到達。 2014年には日本に上陸、1号店を羽田空港国際線出国エリアに出店し、2号店を関西国際空港国際線出国エリア本館に出店している。2020年、エルブランズはビクトリアズ・シークレットの株式55%を投資会社のシカモア・パートナーズに売却する方針を明らかにしたが、新型コロナウイルス感染症への対応をめぐり、 一時は、両者が裁判で争う構えを見せていた。同年5月4日、エル・ブランズと、しかもアパートナーズ社は、ビクトリアズ・シークレットの売却を撤回することで合意した。1995年代から始まったランジェリーのファッションショーが有名で、テレビ放映もされる、このショーをきっかけに出世したモデルは数多く、契約モデルの中でも、とりわけ人気の高い人物は、 ビクトリアズ・シークレット・エンジェルとして、同ブランドのスポークス・ウーマンを兼任、スーパーモデルの地位を約束される。2015年4月に、エルザ・ホスク、マーサ・ハントをはじめとする10人のエンジェル入りが、発表された。なお、2010年代に入ると、ショーへの批判も高まり、2018年には、テレビ視聴率も低迷。2019年には、マーケティング戦略を変更するとして、 ショーの打ち切りが決定した。早そ々うそうたるエンジェルの中でも抜群の人気を誇ってきたアドリアナ・リマ、並びに同じくエンジェルを担ってきたマリソ・ミラーとセリタ・エバンクス。ありがとうございます。